さんおはこんばんちは。ゆっくり霊夢よ。マリサだぜ。前回に引き続きダブルバトルをやっていくわよ。またダブルバトルかい。実は今39戦目まで来てるのよ。え、そんなところまで来たのかよ。そうなのよ。だから止まるに止まれなくなっちゃってね。なるほどな。そういえば今回の対戦相手、キャンブラーだったような。キャンブラーだと何かまずいことあったっけ？一撃必殺技を多用してくる。戦いたくねえ。いや今更叫ばれても。え、何？あのカバルドンも地割れ持ってるかもしれないってこと？いやあ、ラブラージー。エナジーボール持ちはさすがに笑う。いや笑ってる場合じゃねえ。こんなん確定一発に決まってますやん。ご愁傷様です。これは辛い。でもカバルドンがヒルンだからオッケー。結局はヒルンでー。テラに地割れは効かないからいいの。そういう問題なんですかね。ここはカバルドンを落とすためにポリゴンゼストを出していくわ。ダウンロードで特攻が上がるのもかなりのアドね。持ち物もスカーフだし安定して先手を取れそうか。先手の爪持ちは除いて。今回はちゃんと礼儀決めてるんだよな。特攻上がってるしさすがに落とせるか。いくらカバルドンといえども。これでまずは1体目を突破ね。次のプテラの攻撃でさすがに落とせるだろうから。このターンで一気に数的有利が取れるな。ちゃっかり急所にまで当ててみけん。それはただのオーバーキルなんだよな。これで相手のポケモンは残りみたい。鬼が出るか邪が出るか。まず最初に出てくるはまた飛ばす。もう一体は。避難する準備だ。キャンブラーの呪文はあかん。絶対レイドトップのドリルパラダイスだな。究極の運ゲーを仕掛けてくるんじゃねえ。まずはまた飛ばすに礼儀じゃ。スカーフのせいで再起目が打てない。なにしまった。このターン忙しいなおい。いや心臓に悪いの間違いだから、あながち間違いでもないな。突っ込みどころが多すぎてついていけないわ。でもこれ普通にまずくないか？次のターンでポリゴン Z とまたドガスが相打ちになるかな。毒状態になったのが辛いところ。そうね、と言ってもこのターンもやることは一緒かな。一撃技は知らん。なに？レイビって命中不安定技だっけ？光の粉持ちまたドガス。またバッチプレイを。だってキャンブラーだもの。キャンブラーが嫌いになりそう。まあそれは。しまった。だから一撃必殺技はやめんか。ちゃっかりまたドガスがひるんでるけん。いいぞ。どっちが運営プレイヤーかもはやわからないな。よくよく考えたらこの砂ダメでまたドガス落ちるわね。結局ポリゴン Z とまたドガスの相打ちになるのか。これだったらさすがになんとかなるかな。ということでこれで勝利ね。一撃必殺技が当たらなくてよかったな。マジで助かったわ。ということで6周目の最終戦である42戦目をやっていくわよ。普通に勝ち進めてるけん。待ち受けてるのは圧倒的勝利か、それとも敗北という名の絶望か。ここまで来たら金シンボル相当の49連勝までいきたいけどな。このメンツならきっとやれるさ。そういうのを人はクラブと呼ぶ。そんなクラブへし折ってくれるわ。相手には立ち去れさんことガラガラがいるな。立ち去れさんも突破したいけど、先にバリアードを優先して倒したいと思うわ。何してくるかわからん恐怖がゆえにか。そういうこと。まあ気持ちはわかる。いいぞ。お前のプテラ王者の印持ってる？相変わらず広角レンズ持ちなんですわ。マジかよ。ストーンエッジはあかん。太い骨持ってそうだしこれは一撃か。正直まだ生き残って欲しかったんだけどな。まあプテラに耐久求めるのもな。ですよね。ここはメタグロスから出していきますか。ガラガラいるのにか。アローラのガラガラと間違えた。いやアローラのガラガラでも相性めっちゃ不利だが。なんで私メタグロスから出したの。いやこっちが聞きたいわ。ここは意地でもガラガラを倒しに行くわよ。なんとしてでもメタグロスを生き残らせるのよ。相手がドンソクポケばっかだったから助かったな。それは言えてるわね。こういう運も大事。地方ヤドラントリル持ってる。トリル持ちとか聞いてないですけど。そして4匹目のポケモンはナマズン。なんやこのトリルパー。こっちの大爆発パの意地を見せてやろうじゃないの。いやメタグロス以外何の関係もねえ。いいぞトリル戦術がなんぼのもんじゃい。ナマズンがメタグロス方向に地面技を打っていれば。いや何相手にアドバイスしてるのよ。だって毎回大爆発落ちじゃん。爆発は芸術だって言うじゃない。それを言うなら芸術は爆発だからな。まあ大体同じ意味だし。いやそうはならんだろ。ということで次回バトルタワーダブルバトル編、ダブルでも金シンボルや、お楽しみに。いやこの動画はまだ続くからな。え、そうなの？いやなんでちょっと驚いてるの？ここからはバトル決するをやっていくわよ。随分と久しぶりにやる気がするな。実際久々だからね。ところで対戦をパスするってなんだろ？そのまんまの意味なんじゃね？じゃあ早速対戦をパスしようかな。お値段 50CP でございます。いや高すぎるやろ。逆に安くしすぎたらみんなパスしまくるだろうが。あ、そっか。それじゃあいつもの持ち物レンタルタイムに入るのでカット。よく見たら手持ちがダブルの使い回しなけん。この組み合わせが結構強いんだよな。ということで次は相手の手持ちを見ていくわよ。お前前に相手の手持ち見ない縛りでやるって言ってたよな。しかもレベル55統一で。その縛りはファクトリーよりも鬼畜になるので特区の昔にやめたわ。知ってた。
というより相手のポケモンを知るだけなら 1CP でいいからね。とりあえず何が出てくるかをサーチして、かもれそうなポケモンのレベルを上げてもらえる CP を増やしていくって感じか。おそらくそれが一番成功法だと思うわ。今回はヘルガーとハガネイルのレベルを55にして挑戦していくわ。ほうほう。ってことでここから本格的に、バトルキャッスルの攻略が始まるわよ。やっぱこのメンバーは強いのか？このメンバーもかなり強いんだけど、プテラの枠をもう少し工夫できないかなって考えてもいるわね。運命好きのお前にしては珍しい。うるさいわね。で、なんでプテラの枠を変えようと考えてるんだ？耐久がひっすぎるからすぐ倒されちゃうのがね。あ、耐えた。助けヘルガー？そしてヘルガーのカウンターが炸裂していくと、何もかもおしまいだ。そんな大げさな。まあそれもそうね。で、話を戻すんだけど、おう、この施設って瀕死ポケモンが出るともらえる CP 少なくなるじゃない？そういえばそんな仕様だったな。そうそう、だから毎回高確率で瀕死になるプテラがこの施設に向いてるのか少し疑問に感じたのよね。まあ回復させるにも CP を消費する必要はあるもんな。もらえる CP は減るわ、消費する CP は増えるわ、でいいことないのよね。それでもこうやってプテラを使う理由は、昼にゲーが楽しすぎる。お前は結局そうなるのか。別に対人戦じゃないからいいのよ。そういう問題なの？ここダウンロードで攻撃が上がってるけど、レイビでゴリ押していくわ。ラブラージに交代でよくないか？急所に当たって確定一発なのでこれでいいです。言ってることがひどすぎるんだよな。今日のポリゴン Z ならやってくれると思った。絶対まぐれのやつだ。で、3匹目のエイフか。そういや、なんでエイフはレベル50のままにしたんだ？直感的にこのエイフは強くしたらいけないって思ったからよ。直感だったの？でもまあ、タイプいないし下手に挑戦的になるのもいけないかなって。急所に当たってポリゴン Z 倒されてるしな。これはさすがに計算外なんだよな。レベル55にしてたらだいぶ絶望的だったな。よくやった？私の直感。そしてエイフは連続で再決めと、草結びでも持ってるのかと思ってたけど。やめろ！私も地味に草結び持ってないか不安だったんだから。まあさすがに無駄に12戦目だしな。こんな序盤に負けてたまるかって話よね。ただこの試合はもらえる CP に期待はできないな。こっちのパーティー壊滅状態だもんね。圧勝して CP をたくさん稼がないとな。案の定 28CP しかもらえないか。まあ仕方ないよな。文句は言えない。ですよね。ということでどんどんやっていくわよ。これは23戦目か？これは30戦目の試合になるわよ。あ、もう5周目に入ってたのか。4周目は思った以上にすんなり勝てたからね。なるほどな。とりあえずいつもの HP 回復を済ませて、ぼちぼち相手の情報を見ていきますか。そろそろ順天来るかな。来るわけないんだよな。開けるまでは断言できないんだよな。っていうかリーフやラプラスの地点で割ときついんですが、3匹目のクロバットについては一番レベル上げちゃいけないやつですね。あ、そうなんだ。こいつをレベル55にすると、うちのスカーフポリゴン Z が素早さで負ける。クロバット早いな、おい。素早さ種族値130はだてじゃないってことね。速攻型のポケモンはあまりレベル上げない方がいいんだろうな。それこそ風鈴とかゲンガーとか、そのクラスになったら3盾コースを食らう可能性も全然ありそうね。で、さっきからめっちゃ強行してるが、いろいろ考えたんだけど、今回はラプラスのレベルを55にして挑戦していくわ。え、それ大丈夫か？今回は全員50のままにしておくのが得策だと思ったんだが。大丈夫、ポリゴン Z の10万ボルトでなんとかしてみせるわ。果たして10万ボルト一発で落とせるんですかね。そんなこと言われたら急に不安になってくるじゃない。そもそも先発リーフィアの起点でかなり脅威だし、プテラの飛行技切ったことがここであだとなったか。ここはヒルミワンチャンで岩なだれで、まあヒルミにも頼りたくなるわな。が、残念、リーフィアは自覚のある子だった。確定2発いかないのか。リーフィアって結構防御力あるからな。なんか見た目的にそんな風には見えないわね。そしてプテラを一撃で葬り去るリーフィア、恐るべし。ここは当然ポリゴン Z 出しで、ダウンロードの恩恵を受けていくわよ。相手の裏はラプラスとクロバット。クロバットから出してくれれば連続でレイビが打てるわけだが、Z もクロバットから出してほしいわね。さあどうだ？現実はそう甘くはないんやで。くっそー、交代してこだわりを解除するしかないわね。交代すれば10万ボルト連続で打てるしいいんじゃね。さすがに2体をポリゴン Z 一体で見るのは荷が重すぎるわよ。そうは言ってもな。そして何気に呪いを積まれてるんだが、あ、これ長くなるやつだ。呪いを2回積まれてアクアテール打たれて、ラブラージが戦闘不能と。呪いはいくらでも積まれていいんだけど、ラプラスの持ち物が食べ残しっていうのがなんともいやらしいわね。でもダウンロードで特攻上がったぞ。どっかのバカがレベル55にしたから突破できるか不安なんですよね。ほんとどこのバカだよ。全くなってきた。あ、でも落とせるんだ。ラブラージが1回攻撃入れなかったら危なかったかもな。とりあえず首の皮1枚繋がったわね。あとはクロバットを落とすだけだな。特攻上がったお前なら一撃で落とせるよな。いけー。タスキもやめろー。うわ、急所かよ。
最高に気持ちいいのでここで終わるわ。ご視聴ありがとうございました。次回も、ゆっくりしていってね。ということでキャッスルもそろそろ金シンボル取ってしまいたいわね。賞賛はあるのか。みんなの自覚と私の運次第ね。いや少しはお前自身の腕の磨かんかい。